では権田修一選手です。ドイツに逆転勝利どうですか？いやもうプラン的には僕が前半 PK 与えてしまって、少し崩れましたけど、しっかり1点取られてもチームとしてやっぱ耐えしのいでそこから逆転できたので、本当も僕の PK がないければ思ってよかったんですけど、とにかく勝ててよかったです。それでもドイツの猛攻を権田さんのセーブで防ぎました。いやいやもう本当見て分かる通りみんな本当ハードワークしてくれて体あって守ってくれてたので、だからこその、最後、ね、ああやって高さもありますしマーク外れてしまうことはあるので、そこ最後、なんとか止めれてよかったです。後半になって3バックに変えて、そして戦い方どういう風に感じてましたか？もう前半やっぱり少しこうミスマッチができてしまっていて、そこをまあ整理するっていう意味でも3バックに、ね、形を変えましたけど、だその形もありますけど、やっぱみんなが本当アグレッシブにやっぱチャレンジし続けた結果がこの結果だと思いますし、やっぱ形も大事ですけど、やっぱり最後は戦うところ、やっぱそこの部分がしっかり出た試合かなと思います。このワールドカップの舞台でドイツに逆転したこの意味どうでしょう？もちろん素晴らしいことですし、これで、ね、やっぱ日本も盛り上がると思いますし、やっぱそれが僕らが今回ワールドカップで結果を残す意味ですけど、ただまだ、ね、これで予選突破は決まったわけでもないですし、僕らが目指すところっていうのを考えたらしっかり中3日で、ね、厳しいのでしっかり切り替えて、また次コスタリカ戦でしっかりやらなきゃいけないなと思っています。おめでとうございます。ありがとうございます。